それあなたにぴったりの物語かもね。この先に物語があるわよ。気をつけてね。1989年の日本、ジョセフ・ジョースターの孫にあたる空城城太郎、ある時から何者かの気配を間近に感じるようになった彼は、自分が悪霊に取り憑かれたと考え、留置場に閉じこもってその謎を突き止めようとした。そこへ母親ホリーと一緒にジョセフが現れる。ジョセフは城太郎を外へ連れ出そうとするのだが、炎の魔術師、おー、てめえ、俺はもう知らんぞ。なんというパワーのスタンドだ。下手するとこちらが危ない。ラウンドワン、違うぞ。